ジャームズ、フランシス・ブッチェリは、アメリカ合衆国ニューヨーク州、ニューヨークシブルックリンク出身の元プロ野球選手。ポジションは、外野手。ウトウミギウ多くの国際経験を持ち、30代後半のベテランになっても代表に招集されていた、俊足高打の外野手。2006年には、ワールドベースボールクラシックで、イタリア代表に選出された。 1988年、MLB ドラフト24順目で、オークランドアスレチックスから指名され入団。A-9 サザン、オレゴンアスレチックスでプレー1989年は、A 級マディソン・マスキーズでプレー1990年は、A 級モデストアスレチックスと AA 級ハンツビルスターズでプレー1991年は、前年に続き、 ハンツビルでプレー1992年は A 級リノシルバーソックスでプレーし、AA 級ハンツビルに復帰。その後トリプル A 級タコマタイガースに昇格。1993年はトリプル A 級タコマ、A 級モデストでプレー1994年はトリプル A 級タコマでプレーした。1995年、モントリオールエクスポズに移籍。 トリプル A 級オタワリンクスでプレー1996年はトリプル A 級オタワでプレー1997年、エクスポズ対談後、メキシカンリーグのメキシコシティタイガースに入団。その後タンパベイデビルレイズに移籍。A 級セントピーターバーグデビルレイズでプレー1998年はトリプル A 級ダーラムブルーズでプレー1999年、 ニューヨークメッツに移籍。AA 級ビンガムトンメッツでプレー後タンパベーデビルレイズに復帰。AA 級オーランドレイズトリプル A 級ダーラムでプレーした。2000年はトリプル A 級ダーラムでプレー、オフに引退。2002年セリエ A のリミニベースボールクラブで現役復帰。2004年アテネオリンピックにイタリア代表として出場。2005年に行われた。 ヨーロッパ野球選手権大会のイタリア代表に選出された。2006年に行われた、ワールドベースボールクラシックのイタリア代表に選出された。2007年、5年間プレーしたリミニオサリー、t a サンマリノに移籍。2010年、ダネッシュカフェネットゥーノに移籍。2012年、モンテパスキオリオールズ・グロセットに移籍。2013年、 テレマーケットリミニに復帰。ありがとうございます。